Welcome to Nana Channel! ママと子供のちょこっと幸せ時間をコンセプトに親子の自己肯定感がアップするようなおうち英語タイムの作り方のコツやヒントをお伝えしています。ナノイングリッシュ代表の月田彩です。今日はママがおうちでとっても簡単にできる英語のスキンシップ歌を一つご紹介したいと思います。今日ご紹介しますのは Run the Run the Garden というですね、テディベアのようにお庭をぐるぐる歩こうよというお歌です。まずですね、手のひら指でくるくるくると円を描いていただくと分かると思うんですけれども、とっても気持ちいいんですね。これをお子さんにもやってあげたいと思います。お子さんの体勢はお座りでもおねんね、どちらでもいいかなと思います。お子さんのお好きな体勢でやってあげてください。では一緒にお子さんに Let's sing Run the Run the Garden と言ってみましょう。 Ready? Let's sing Run the Run the Garden。 お子さんの手のひらを指でくるくるくるとしてあげながら Run the Run the Garden、 岩をぐるぐるLike a teddy bear、 テディベアのようにぐるぐるしよう。そして One step, two step とお子さんの手を登っていきましょう。 One step, two step、 こちょこちょします。 Tickle you under there、 Tickle 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 tickle。 ではもう片方の手も一緒にやってみましょう。 One, two、Run the run the garden like a teddy bear. One step, two step, tickle you under there. Tickle, 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 tickle. ではですね、今度は手のひら全体を使ってお腹を優しくぐるぐるぐるとしながら同じように歌ってみましょう。One, two, run the run the garden.Like a teddy bear. One step, two step, tickle you under there. Tickle, 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 tickle. このようにおてて、お腹、足の裏、ほっぺた、いろんなところをね、タッチしてスキンシップしていただけたらと思います。では今日はもう一つ特別に英語ベビーヨガでお伝えしています足首回しバージョンもやってみたいと思います。足首を毎日毎日回してあげることで足首が柔らかくなり、スムーズなハイハイ、スムーズな歩行につながっていきます。なので英語ベビーヨガのレッスンでは毎回この動きは取り入れているんですけれども、ママたちももしできれば毎日足首回してあげてください。足速くなれ、転ばない足になれというふうにね、思いながら回してあげてください。では今のお歌に合わせて早速やってみましょう。足首を掴んでパコスナップと言います。タブスナップ。では足首回していきましょう。最初右回りからいきます。 Ready? One, two. Run the run the garden like a teddy bear. 反対に回しましょう。 One step, two step, tickle you under there. Tickle, 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 tickle.ベビーヨガの時には片方したらもう片方も必ずするようにしましょう。 Ready? One, two. Run the run the garden like a teddy bear. Reverse. One step, two step. Tickle you under there. Tickle, 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 tickle. Good boy. Here we go.というわけで本日のスキンシップソングいかがでしたでしょうか。とっても簡単なのでぜひお家でもやってみてください。また今ナノイングリッシュでは季節の英語ベビーヨガ、ナノベイビーというレッスンを全国各地で開催できる講師を養成しています。英語ベビーヨガの先生になってみたいという方も、またそのレッスンを受けてみたいという方もぜひお問い合わせお待ちしております。概要欄の方に詳細を貼っておきます。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching!